&プリンスの永瀬廉が28日深夜、パーソナリティを務めるラジオ、キング&プリンス永瀬廉のラジオガーデン、文化放送で歯磨きをするとき、ギリギリの戦いをしていることを明かした。永瀬に共感してほしいこと、聞いてほしいことをリスナーに募集したコーナーで、リスナーから手をかざすと、自動で出てくる水道のセンサーが反応しづらいことについて聞かれた永瀬は、超わかる、それ、と賛同した。歯ブラシとかしてて、そのタイプの水道だと、歯ブラシだと反応しないのよねという永瀬。歯磨きをするときには、なるべく手を濡らしたくないんで、水が垂れるからと、こだわりがあるという。歯ブラシを出して、センサーに反応させて、水を出したいところだが、歯ブラシだけで反応しないから、指出すんだけどさ、水出た瞬間、引っ込むみたいな、それやってんのよ。いつも、ギリギリの戦いをと、指が濡れる濡れ、ないかのせめぎ合いをしているという。ただ、毎回、ちょっと、胃がかかるんですよ。反射速度がついていかないと、ちょっと濡れてしまうというのだ。結局、手が濡れてしまうのが、すごく、嫌と永瀬。常に戦いに負けてしまっているようだ。自動推薦と毎回戦う永瀬にネットでも歯磨きの度に戦っている蓮は可愛い。安くんが自動で出てくる推薦と戦っているところ、見たいと盛り上がりを見せていた。